京泉女学園大学は東京都多摩市南の二の十の一に本部を置く日本の私立大学である。1988年に設置された。創設者は河井道。リベラルアーツ主義の大学。ちなみに京泉女学園園芸短期大学は2005年廃止になった。3つの柱、聖書、国際、園芸を見学の精神とする。 自立した女性を育てる、京仙女学園大学が目指す三つの自立一、精神的自立、イエスとノーをはっきり言える人間に届いた、可愛い道の教えを源とする価値観や、世界観を持つことで可能となる、自立に孤立ではない自立、人間性の根幹に触れるキリスト教教育、広く多元的な視野を持った、国際教育、人間関係形成にも、重点を置いた、園芸教育、 さらにこれを生かした体験学習を通して培われる自立三経済的自立社会人になるための自覚や就業意識の教育を通して知識、教養、技術を一人の社会人として身につける自立5つの特徴1伝統ある女性教育に手厚い就職支援3一人一人を大切に4豊富な実体験学習5命を育む教育参考 初代学長の村井助長が、河合道の教えから掲げた言葉12種類の野菜や花を栽培する教育農場の広さは7000平方メートルで有機ジャス認証賞を取得。定期的に検査をクリアしている。年間行事、クラブサークルソフトボール部、スキー部、バドミントン部、軽音部、作動部、稼働部、農学部、園芸部、チアリーディング部、公式テニス部、 ジャズダンスシルフィー、ユースホステル部、エコ、タマ部、天文部、アミーガスデルチャランゴ、メグマ話し会、シェアリング部、ポニーボランティアテールズ、芸術創作部ドリームチェイサー、IBM、留学生会など、ありがとうございます。